日本鹿児島県鹿児島市溜まり団地たまり団地は、鹿児島県鹿児島市の町邸。郵便番号は、たまり団地1丁目は890-0011、たまり団地2丁目及び、たまり団地3丁目は892-0811。人口は7203人、世帯数は3478世帯。たまり団地1丁目から、たまり団地3丁目まであり、 たまり団地一丁目からたまり団地三丁目までの全域で住居表示を実施している。高月川の中流域の丘陵上に位置している新興住宅地である。町域の北方には若葉町、南方にはたまり町、西坂本町、西方には下意識、東方には坂本町が接している。町域の北部に鹿児島市立坂本小学校及び 鹿児島市立坂本中学校が所在し、西部にはたまり中央公園が所在する。たまり団地は、鹿児島開発事業団によって開発された住宅団地であり、たまり町、坂本町、下石町の山頂の区域において開発が行われた。1970年2月に着工し、第1回の宅地分譲は1971年12月に行われた。 1973年に宅地造成が完了し、同年には鹿児島開発事業団によってスーパーマーケットなどが入居するたまり団地ビルが建設された。鹿児島開発事業団のたまり団地全体にかかる総事業費は37億2087万円であった。1974年には 現在のたまり団地3丁目に、鹿児島市立坂本小学校が新設され、1985年には、たまり団地3丁目の坂本、小学校隣接地に、鹿児島市立坂本中学校が新設された。1978年6月19日に、たまり町、下石木町、坂本町の各一部にあたるたまり団地地区において、住居表示を実施することとなり、 町域の再編が行われた。下石器町、玉里町の各一部より、玉里団地一丁目、下石器町、坂本町の各一部より、玉里団地二丁目、下石器町の一部より、玉里団地三丁目が新たに設置された。また、同日より、玉里団地一丁目、玉里団地二丁目、玉里団地三丁目の全域で住居表示が実施された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立坂本小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。